ご無沙汰してます、達也です。よいしょよいしょ、久しぶりの動画です。ちょっとですね、半年ぐらい実はほったらかしになっちゃってて、久しぶりにログインしたらなんかチャンネル登録が1500人を超えてて、びっくりしました。コメントもたくさんいただいててですね、あ、今これスマホで見てます。 YT スタジオっていうクリエイター向けのアプリです。で、まあちょっと全部とはいかないんですけど、まあ、時間の許す限りコメントを返していきたいなと思います。よっしゃー、いやー暑い暑いっすね。沖縄は暑いっすわ。コメント。よいしょ。ちょっと髪を整えて。本当に俺は多分死ぬまでくせ毛に悩むだろうな。失礼。じゃあ上からいきますか。はい、8分前、テアンデイさん。やっぱり努力している人はやってることがぶっ飛んでるというかストレートですね。笑、自分もハードゲイナーですがやってみます。ありがとうございます。また質問なのですが、ハードゲイナーのモチベーションのキープは何をされていますか？なんだろう、いや正直自分も半年ぐらいちょっと下がっちゃってて、体重ほとんど変わってないんですよ。だから、ま、前の、なんだっけ、コメント返しの動画でも言ったんですけど、YouTube はマジおすすめですよ。自分が見られてるっていう、この錯覚は、自分の行動を縛り付けるんで、すごい、その、ここでやめるわけにはいかんみたいな気持ちになれますから、YouTube はおすすめです。まあ、ついても結局僕も1年ちょっと続いたけど半年ぐらいサボっちゃってるんで、まだなんか足りてないでしょうね。多分ムキムキの人っていうのは僕以上に何かにもっと気づいてるんだと思うんですよ。モチベーションを保てる何か、僕が知らないことをまだ知ってるんだと思いますね。まあ、そんな感じです。一緒に頑張りましょう、テアンデイさん。コメントありがとうございます。いやー、どうしよう。ハートハート、ニーインエクスプローシ、エクスプローシブル。なんじゃ。野獣先輩のアイコン滅ぼす狩人さん。あざっす。高尾 DX さん。俺、高1で178センチ95キロから、今高3で180センチ77キロまで痩せた。痩せるのもきついからな、わら。73くらいまで絞りたいな。贅沢な悩みだなぁ。自分も早くそういうレベルに行きたいですね。なんか早くちょっと痩せたいなとか言ってみたいですけどね。いやー、正代さんありがとうございます。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 やっぱりクロフェーパスコガチゼコルレさん、1週間前。やっぱりウェイトしたら顔でかくなるの。この人もともと小さいからいいけど、これ顔でかくなったのかな。全然自覚ないですけどね。自覚ないけど顔でかくなったっぽいですね。ありがとうございます。俳優いけるよ、スーパーブルーさん、ありがとうございます。芝0312さん、俺もこの人と同じコンセプトで筋トレしてます。それにしても男前ですね。ありがとうございます。これマッチョじゃないっす。匿名さん、これマッチョじゃないっす。ガリガリのままっす。ただ努力は認めます。おめでとうございます。そうです。分かってますよ。だからガリからマッチョへの道っていうチャンネルなんです。頑張ります。生命さん、意味不明な自信は大事ですよね。ありがとうございます。普通に面白い。ありがとうございます。ティンって大きめ、芝野さん、
映ってないはずなんですけどね、映ってたら YouTube は速攻でアカウントバンされますからね。ありがとうございます。サムネのビフォースプラッシュヌーンさん、サムネのビフォーアフターの動画と解説欲しかった。確かに何も書いてないですね。これ単に何も意味ないですわ。左の絵は始めた時の自分、右の絵は、その時の最高体重。あ、でも結局この時の最高体重がマックスになっちゃって今もう平らになりましたね。びっくりするんですけど、本当に熱意が減ってくるっていうか、熱意が上がってない場合って体重もそのまんまになっちゃうんですよね。ずっとこう63からいい感じで上がってたのにピターって今74ピター、何にも変わってないです。だから熱意ってすごい大事ですね。それを身に染みた半年でしたね。何かが足りてないっすわ。次、ケンフィールドバードさん、182cm70kg なんですけど、デッドリフト高身長だと腰痛くならないですか？自分は痛くなる時があるので避けてますが、対処法などあれば教えていただきたいです。いや、自分は痛くならないですね。なんか始めたての頃にジムですごいムキムキのおじさんから、君は腕が長いからベンチプレスは不利だろうけどデッドリフトは有利だよって言われて、全然意味よく分かんなかったんですけど、マジっすか、ありがとうございますっつって、でそれからデッドリフト大好きになっちゃって、全然その不利だと感じたこともないですし、腰痛くなったこともないです。多分これこんなこと言うと元も子もないですけど、気合の問題な気がします。だからそれが好きだとやれちゃうんですよね。全然腰痛くなったことないですね。僕はベルトとかも持ってないですよ。というわけで、ケンフリーバードさん一緒に頑張りましょう。冬眠するチョコおさん、顔がオタクからイケメンになってる、ありがとうございます。女性化乳房、マジかよマスオ最高だなさん、ありがとうございます。そんなにでかくないっしょ俺、ありがとうございます。ガクガクさん、ガクガクさん、マナマナさんかな、素晴らしい。 YouTube に上げるのって勇気いると思うし批判多いだろうけど、動画を上げた根性素晴らしいです。ちょっとこれ知り合いの可能性はありますけど、ちょっと分かんないですね。コメントありがとうございます。ロネロネさん、メガネは外してほしくなかったわら、ワイルドマッチよりインテリマッチの方が好きなので。いや、自分あれなんですよ、目の中にコンタクト入れる手術したんで、もうメガネからは一生さらばの予定なんですけどね。目の病気にならなきゃいいなと思ってるとこですね。ありがとうございます。ガブガブスアレスさん、キングオブコメディ高橋に似てる、誰かわからん、ありがとうございます。モイミニさん、ガリからここまでするのはすげえ、ありがとうございます。一緒に頑張りましょう。あ、わからん、ガリかわからんけど、ありがとうございます。みたらしさん、背高くねえか、そうなんです、これはもう遺伝ですね。次、ジェリーみかんさん、1日卵を3個以上食べると体に悪いと聞いたことがあるんですが、そのドリンクの生活を続けて体に異常をきたしたことはありますか？ないです。こんなこと言うと理屈っぽいと思われるかもしれませんけど、体に悪いって何ですかって感じですね。どうなんだろう、この人、このジェリーさんがどこまでその真剣に聞きたいのかっていうのは、やっぱりコメントだけだと、やっぱりよくわかんないですけど、体にいいんじゃないですかね、卵は。食べれば食べるほど。ご飯3杯食べるぐらいなら、卵3つの方が多分体にいいと思いますよ。次いきます。しょぼんくんさん、なんかずるいな。ずるくない、俺の努力の結果じゃ。ありがとうございます。この身長でこの顔でマチかやばい。ありがとうございます。ありがとうございます。TT さん、俺にとっては65キロの壁が高い。もう60から65を3ヶ月間くらいさまよってる。ああ、多分始めたてなんですかね、TT さん。気持ちはめちゃめちゃわかりますよ。なんか最初はもう何しても体重増えないですもんね。ああ、うめえ。伊藤誠さん、ここのコメ欄で高身長多すぎて目から涙が。
どう言ってみようもないですね。次いきます。八谷と三亀さん、骨川スネ夫は笑った。なんだろう、自分で言ったんだっけな、忘れちゃった。ありがとう。暴林応援隊長さん、188cm73kg で体脂肪率 17% はありすぎやいか、もう9、あとそんだけ背があれば73でもガリガリすぎない、せめて85kg くらいまで欲しいな。分かってますよ、自分の FFMI22 体脂肪率17で 91kg なんですよ。 FFMI22 っていうと、まあ、ちょうどいいから、サッカーで例えるとクリスティアーノ・ロナウドぐらいの体ですね。まああれは多分体脂肪 5-6% かもしれないですけど、同じ筋肉量で体脂肪17、今と同じぐらいだと僕91になります。いや、ほぼ同じ体になるんじゃないかな、まあ、能力的なもんはちょっとさておき、見た目は多分似たような感じになりそうですけどね。だから僕の目標は実は85じゃなくて91です。キャイエ大竹さん、160で50キロなのですが、まずは60キロ目指します。頑張りましょう、頑張りましょう。なんか自分1年やってみて思いましたけど、最初の10キロって実はそんなに難易度高くないかもしれないですよ。僕探り探りでしたけど結局増えましたからね。あんまりその本当に継続さえできれば、なんだろう、自動的にいけますよ。継続さえできれば何でもそう、継続です。頑張ってください、キャイエ大竹さん、頑張ってください。続きいきましょう。ヘッド MK さん、167cm48kg の Y はやっぱり舐められてるのかな。舐められてる可能性の方が高い。次、ヘッド MK さん、同じ人ですね。性格も変わるのか、あ、これはマジで変わります。俺はもっと、やべ、ハート押すの忘れた。俺はもっとなんか神経質な性格だったと思うんですけど、まあ、神経質っていう言い方がちょっと悪い言い方かもしれない。なんか細かいことにめっちゃ気づく性格だったんですけど、なんかどうでもいいなと思うようになりました。相変わらず気づくんですけど、こんなことはどうでもいいと、もっと対極的に人生を考えようみたいな感じになってきましたね。そういう意味で性格は確かに変わりますよ。だからなんかストレスみたいのは確実に減る、うん、自分ちょっとなんか細かいこと気になりすぎだな、もうちょっと対極的になんか人生考えたいなっていう人は筋トレいいかもしれない。分かんない、僕の勝手な経験則ですけど。次行きましょう。お、すごい、今井さん、ん、あ、今村さん、え、なんか、びっくりした、なんかびっくりしたわ、前の会社の上司かと思ったわ、びっくりしたわ。だっけ、53歳 180cm69kg です。65kg からやっとここまで来ました。ここのところ増えなくなってきたので、アプリで食事を記録しだしたところ、2000キロカロリーですよね。これじゃあ2キロカロリーですよ。うん、2000キロカロリーしか食べてないことが分かり、愕然としました。アプリを活用して増量に取り組みますと。そうですね。2000キロカロリーはちょっと少ないかもしれないですね。うん。多分損益分岐点ぐらいじゃないですか。2000キロカロリーだと。多分増えないですよね。いや、でもこんな年上の方が僕のチャンネル見てくれてるんですね。レアなコメントですね。ありがたいですね。いきましょう。お、ヘッド MK さん。さっきの人かな。俺 BMI 17.5 だった。まあまあ、最初はそんなもんじゃないですかね。うんうん。どんどんいきましょう。17.5 から19ぐらいだったら結構すぐいきますよ。うん。
で、この、あ、そうそう、この動画でも言ってますけど、この時紹介した本の、近藤誠だったか伊藤誠っていうさんっていう有名ながんの先生曰く、BMI26 が一番いいらしいです。一番いいっていうのは、その、ご長寿するっていうことね。健康寿命が長いっていうこと。で、ちなみに BMI26 っていうのは、ややメタボ。ただこれはタバコ吸ってたり酒飲みすぎてたり寝不足が続いてたり慢性的なストレスにずっとさらされてるっていう人は全然当てはまらない、うん、次ヘッド MK さん、あれハート押し寄せた、まず新ありがとうございます。マイチャンネルさん、でかい、ありがとうございます。でかいはマジで嬉しい。お世辞でもどんどん言ってほしい。でかい、細いっていうのは本当言っちゃダメですよ。これは多分女性にブスだねっていうのぐらい男傷つきますから、マジで、うん、同じ感じ。女性に対して男性が本当ブスだよねっていう言われた時の女性のストレスと、女性が男性にね本当細いよねって言った時に男性が感じるストレスとは多分同じレベルでイライラするから絶対言わない方がいい、うん、でかいは超嬉しい。なんて読むのこれ、何ちゃんさんは。デブよりガリガリの方がジム行きづらいよね。わかります、これめっちゃわかりますわ、うん、なんかついてジムついて5分ぐらいってもう凝り固まってんですよ。自分の世界なんでね。クソ、あいつ今俺のこと見やがった、絶対ガリだと思って上がるわーみたいな、見とけよこの野郎、この俺を誰だと思ってんだみたいな。その筋トレ始めて5分ぐらいって多分そんな感じなんですけど、まあ、筋トレ始めて20分ぐらいするともうなんか超気持ちよくなってきて全然そんなこと考えなくなる。むしろなんか隣でいいトレーニングしてる人とかいるとなんか会話したくなる、なんかポカリこの人におごってあげてぐらいになる、うん、次行きましょう。リナさん、これを見るとボディービルダーがステロイドを使ってるのかわかる。そうですね、この時に、この動画作った時に紹介してる論文、概要欄に貼ったって言った論文は、まあ、興味ある人は見てもらえればそれまでですけど、健常者とステロイドを使った人のとの FFMI の比較っていう論文なんで、筋肉増強剤 なんていうものがこの世になかった時代の人のボディービル大会の FFMI の集計と、筋肉増強剤が発明されてからのボディービルダーたちの、まあ、優勝者たちの FFMI の集計を比較してみたっていう論文だから、これそうなんですよ、その通りで、あのボディービルダーがステロイド使ってるのか分かるんです。でちょっとこの人怪しいなっていう人は、あの自分で計算できますから、 FFMI の計算マスターすると、まあまあ簡単ですからこの動画見てください。あ、ちょっと面白いですよ、あ絶対この人怪しいっていう人電卓で分かるようになるんで面白いですよ。トムソン・セガルさん、顔がありがとうございます。ハマヤラは赤サタナさん、更新まだですか、久しぶりに更新しました、久しぶりに更新しました、お待たせしてすいません。待ってくれてる人がいるっていうのがもうなんか信じられないよな。なんかあれですよね、うん、やっぱ YouTube ってそう、もう奇跡だなマジで。いやーなんか泣きそうになるわ、嬉しい、頑張ろう。次行きます。ロシエヘン、うん、うちの旦那が同じ身長ですが BMI が全く当てはまらない。普通体型、むしろ年齢的には見た目痩せていても肥満体型、筋トレしてもでも太くなってしまっていた時期は完全にオーバーです。 BMI は高身長には当てはまらない、つくづく。まあ BMI 自体が体脂肪率があんま、そのあんまじゃない、全く考慮されないんですよ BMI って。ちょっとその
血管があるように感じるんですよね、僕は。FFMI の方がいいと思いますよ。こういう時は。高身長っていうか、めっちゃ痩せてたり、めっちゃ太ってる人は BMI で、BMI が測れる体重計に乗って健康みたいなパラメータが出ても、全く当てはまらないっていうか、まあ、そうですね。まあ、高身長の人、身長っていうかその体脂肪率ですね。はい。じゃあ次行きましょう。分店してて草。BB デンデンさん。全然意味がわからん。高田ペンキさん。早く帰ってこい。帰ってきました。あ、この動画を見てくれたんだ。嬉しい。この曲いいよね。ビッグフットさん。イケメンにもなるんだ。ありがとうございます。くしまるくり、なんていうの、きりさん。筋肉あって190cm が73kg ってマジ。まあ、筋肉あってっていう部分は、まあ、ちょっと人によりますけど、身長と体重はマジですよ。田中くんだよ、イケメンになってて草。ありがとうございます。いやー、読めないよ。漢字弱いのバレバレじゃん、これ。潜水人さん、写真別人みたいだな、イケメン、ありがとうございます。大胸筋少ない、まあ全体的に僕まだ少ないんでね。はい、あ、これはあれですね、ノー天王汁さん、はじめまして。とてもいいこと言いますね。人生とは仕事とは何かを考えさせられました。まだ達也さんがどのような人か分かりませんが、達也さんは人の心を動かす力があると思います。指導者の立場である塾講師という職に納得です。今はですね、こちらを辞めさせていただいて職員なんですよ。それ以上にインフルエンサーとしての YouTuber は転職ではないかとも思います。もう全然やってなかったです、すみません。あら、もっとこの話や達也さん自身に興味が出てくる人が増えるといいですね。将来本なども書いてみたらどうでしょう。私はもちろん買わせていただきます。ほら、いやー、これ嬉しいわ、嬉しい。ただですね、僕あのこの動画は今限定公開に変えてて、っていうのもまああのめちゃめちゃ高評価で、あのアンライクが一個もないっていう奇跡の動画になったんですけど、やっぱですね、見返すとなんか言葉足らずだなって思うことなんかないですよ。なんか日記とか見返して、まあ僕今つけてないですけど、日記とか、まあ僕の場合 YouTube ですね。YouTube 見返した時に、やっぱ過去の動画ってね、うわ、気持ち悪いとか、あ、言葉にトゲがあるなとか、あ、なんかいろいろ思うわけですよ。で、ほんでね、その気持ちにちょっと勝てなくてね、この動画はあの、もう非公開に変えたんですよ。だから、昔見たことある人は履歴から多分見れますけど、今新たにちょっとこれは見れないですね。またなんか、もっとなんか達金みたいなそんぐらいの地位になったら、まあ、公開してもいいかなと思いますけど、ちょっととても今こういうトゲトゲのある文章っていうか主張はちょっと怖いんで、限定非公開にしました。はい、すいません。まあでも本当に嬉しいです。こういうコメントはめちゃめちゃ嬉しいです。はい、次いきます。いや、名前がさっぱり読めないな。 CHR61さん、やっぱ除骨は見えるんだね。まあ、まだ痩せてますからね。僕だって平均体重にまだいけてませんからね。はい。まあ、こんなもんでしょうね。ふんどしガエルさん。あ、これはあれかな？あ、違うな。181で48はやばいね。まあまあ痩せてますね。つか、やばいっすね、普通に。これは多分病院レベルですね。あれですよ、僕病院は前の動画で、食ってないだけだから行く必要ないみたいなこと言いましたけど、これちょっと行き過ぎな感じしますね。病院行った方がいい気がしますね。で、病院もちょっと考え方次第で、要は彼らっていうのはとてつもない知識人なわけですよ。だから健康なうちに行って、俺はもっと健康になりたいんだと。で、健康になる知識をくれと。本来病院っていうのはそういう使い方をするところだと僕自身は思うんですよ。医者行って、あの、もっと健康になりたいんです、どうしたらいいですかと。そういう使い方しましょう、病院。僕一回行ったことあるんですよ。痩せすぎで19ですね、確か19歳。
ほんでもうムキムキになりたいと、若いうちにムキムキになりたくて病院に行って太りたいんですと、太れる薬をくださいって言ったら、まあ、お医者さんに笑われましたね君そんなのないよって笑われましたけど、まああれはちょっとヤブ医者だからしゃあない、うん、新潟駅前にあるなんかしょうもない内科でしたね、しゃあない。本来はちゃんと、あ、そしたら君ね、こういうなんだろう、例えば、厚生労働省のサイト見たことあると、ここに1日に取るべき栄養バランスが出てるんだよとか、エネルギー酸性バランスって言うんだよとか、それ知ってるとか、タンパク質どれくらい取ってるとか、栄養バランスの三大栄養素って知ってるとか、そういう当たり前に、健康な人が当たり前に知ってるようなことをお医者さんが教えてくれなきゃいけないはずなんですけど、そのために僕らは多額の税金を払ってるわけですから、もう質問攻めにしてくる感じ、医者行って、え、それ何ですか、それ何ですか、それどうやるんですか、リンク教えてください、リンク教えてください、なんなら LINE 教えてくださいって言って、もうどん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 質問攻めにして、もう元取るぐらいの感じでね、それでちょうどいい。だからちょっとふんどしガエルさんはもう速攻で医者行きましょう、うん、ちゃんなおさん、はじめまして、最近動画見させていただいてます。沖縄に住んでるんですね。はい、沖縄に住んでます。宜野湾にいます。僕も沖縄住みで増量と筋トレを始めて2年ぐらいになります。体重50キロから65キロぐらいまで一時期増やし、今は61から62キロでちょっと停滞気味です。あー、ちょっと身長の情報も欲しいですね。情報交換とか同じ沖縄なのでお会いできる機会があればいいですね。お互いモチベーション高めていきましょう。いいですね、頑張りましょう。はい、次、ふわでんどさん、同じような体型なので自分も頑張ってみようかな。頑張りましょう、一緒に頑張りましょう。限界、肩幅ひろしさん、限界まで食ったら極力動かないでカロリーを抑えて筋トレやりまくれば体重間違いなく増える。肝心なのは筋トレ以外に余計なカロリーを使わないこと。うん、まあまあいろんな考え方がありますからね。ちょっとこの辺にしましょうか。うん。またちょっと、うん。またやりますね。またやります。大量のコメントをいただいた方、また前の動画10万回再生してくれた方、ありがとうございます。まあちょっと不定期にはなりがちになるかもしれないんですけど、動画撮れる場所があんまりなくて、ここ。だけど、まあやっぱり続けていきたいなと思いますね。もうライフワークとしてやっていきたいと思ってます。今もう完全自己流っていうか自分のペースなんで、あんまりその努力してるっていう感覚はないんですよね。楽しいからやってるみたいな感じなんで、まあまあ それでいいんですけどね。やっぱりこうなんだろう、せったりする感覚がないとトップレベルっていうのはちょっと難しい気がしますね。こんな感じですね。まあ、とにかく、はい、いろいろとコメントをいただいた方、ありがとうございました。もう、ちょっと全部、ハートはつけれないですけど、全部読みますんで、はい、ありがとうございます。じゃあ、失礼します。